ですよ。東商会の直系って肩書き振りかざしながらも、二次団体の中じゃ常に末席に位置する万年窓際族だ。おこら、なんだとこのガキは。予定にはなかったが構わねえ、ぶっ殺してやる。実は昔俺さ、新井さんに助けられたことがあったんだわ。え、秋山さんが新井の兄貴に。ああ。ところでお前、俺が昔ホームレスだったって話は知ってるか。ええ、まあ噂程度に聞いたくらいですが。本当だったんですか。実は俺ホームレスになる前な、東都銀行通銀行で働く普通のサラリーマンだったんだ。
え、秋山さんが銀行員？ああ、今から5年くらい前の話だ。6年くらい前までの俺の人生は、綺麗な階段を汗一つかかずに登るような順調なものだった。東都大の法学部を卒業、東都銀行に入社。俺は金融工学のプロフェッショナルとしてエリート街道を歩み始めた。じゃあどうしてホームレスなんかに？クビになったんだよ、2005年の初めにな。クビ？なんかやらかしたんですか？業務上横領、つまり会社の金をこっそり盗む犯罪だ。え？どうしてそんなこと？知らねえよ。だって俺は横領なんかしてねえんだからさ。は？どういうことですか？はめられたんだよ、会社にな。いきなり業務上横領の疑いをかけられて、懲戒免職ってやつだ。そんなバカな。まあ普通そう思うわな。俺も何かの間違いだと思ってた。だが現実は違った。俺が当時担当していたとある会社の口座にあった100万円がある日突然俺の個人口座に振り込まれていたんだ。それでクビですか？ああ、何を言っても無駄だった。銀行は俺を告訴しないことを条件に一方的に俺を懲戒免職処分とした。その後俺は真相を探った。それまでに貯めた金を使い方々手を尽くして調べ回った。でも結局わからずじまい。そのうち貯金も尽きて神室町で路上生活を始めたんだ。それでホームレスですか？金なんて簡単に増やせるって思ってたのにさ。元手と信用がなければ何にもできないんだよ。所詮俺は他人の金で遊んでいただけだったんだってその時初めて分かったんだ。え、じゃあどうやって金貸しなんてやれるほどの大金手に入れたんですか？拾ったんだよ。は？だからさ、お金が降ってきたの。それからパーッとそれを拾ったのさ。いや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 、本当だって。知らない？ミレニアムタワーで爆発があってさ、そこから大量の札束が降ってきた事件。あ、知ってます。え、じゃあ秋山さんはその金を？そう、だいたい100万くらいだったかな。死に物狂いで拾い集めたよ。この金さえあれば俺はもう一度人生をやり直せるってな。なんか運がいいんだか悪いんだか分かんねえ感じですね。まあな。だがその時の俺にとってその100万円は命と同じくらい大切な金だった。だがそんな大事な金をこともあろうに俺は盗まれちまったんだ。路上で寝ている隙にな。誰にですか？町のゴロツキさ。あの頃からこの町じゃホームレス狩りとか言って路上で寝ているホームレスを襲うような遊びが流行っていたからな。待ってください、それじゃもしかしてその時に秋山さんを助けたのが？そう、新井さんだ。当時新井さんは金村工業に入ったばかりのチンピラだった。そのチンピラが俺から金を盗んだ連中から金を取り上げホームレスの俺にわざわざ届けてくれたんだ。どうしてそんなこと？新井さんは涙を流して喜ぶ俺に言ったよ。俺がこの町を変えてみせますって。兄貴、俺はその時誓ったんだ。もし俺がこの100万円でのし上がれた時はこの人にかけてみようって。かける？ああ、この人なら神室町って猿山のボスになれるかもしれないって思ったんだ。神室町ってのは弱いやつ